はい、皆さん、今年はですね、6月の4日、5日の土日に代々木公園にてベトナムフェスティバル2022が開催されます。まあ今ちょっと時代がね、ウィズコロナとなっているんですけれども、やっぱり開催できることはとても奇跡なことだと思っていますので、まずそれだけでもすごく嬉しいなと思っております。そして私は例年に引き続き、今年も宣伝部長と、司会を務めさせていただきます。そしてですね、今年はですね、久しぶりにベトナムのアーティストさんが日本にいらしてくださいます。これもすごく嬉しいですね。コロナの影響があったので、やっぱりベトナムのアーティストさんも日本に来れないことがちょっと続いていたので、ちょっと寂しいなって思ってたんですけど、今年は久しぶりにベトナムフェスティバル の完全体みたいな感じで皆さんにイベントとしてお届けできるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ6月4日5日は皆さん絶対に絶対に開けていただき、そして代々木公園に集合していただけたらなと思います。今年も少しでも力添えできるように一生懸命頑張りますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしてます。バイバイ。